はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、サムネにもあります通り、今所属してますカンボジアリーグティフィアミ FC と契約解除になってしまいました。僕もですね、ちょっとまだ整理ができていないんですけども、昨日ですね、連絡をいただきまして、ちょっと契約を解除したいというふうな連絡を本当に昨日、いただきました。僕自身もですね、ちょっと混乱というのか、本当に今日もいつも通り練習をしていましたし、次の試合に向けてですね、準備をしていましたので、本当に何が起こったのかいまいちよく分かってないというのがですね、本音なんですけども、契約期間だったんですけども、実は1年間という契約期間でですね、契約させていただいたので、1年間はいるのかなというふうにですね、自分自身思っていたので、半年で契約解除ということでですね、動揺を隠せないといいますか、すごく驚いているという心情ですね。ただですね、いろんな話をいろんな選手から聞いていますと、こういった突然の契約解除というのがですね、東南アジアではさほど珍しくないということをですね、ちょっと聞いていましたので、準備はしてなかったんですけども、ちょっとびっくりしたということですね。カンボジアに来てですね、約半年ですか、経ちましたが、本当に期間は短かったんですけども、すごく濃い時間を過ごせたなというふうに思ってますね。勝負の世界なんでね、こういった結果っていうのは選手としては受け入れなきゃいけないのかなというふうに思っていますので、悔しい気持ちももちろん、ありますが、また前を向いてやっていきたいなというふうに思っています。今後のことなんですけども、もう本当に昨日のことだったので、ちょっとまだ何とも言えない状況ではあるんですけども、僕としてはですね、日本の方に、帰国したいなというふうに思っています。日本の、皆さん、ぜひ、この高木俊也にお声掛けを、していただけたらなと、とてもありがたく思います。決まり次第ですね、またこちらの動画の方でも、報告させていただきたいなというふうに思っていますので、まずは、次の、挙手がですね、決まればなというふうに思っています。また最後にですね、この動画が出る前にですね、撮影をしている、動画が、いくつかございまして、ちょっとタイムラグというか、時間差ができてしまうので、ちょっとその温度感が、違う風になってしまうんですけども、そちらの方はですね、ちょっとご了承いただけたらなというふうに思っています。はい、今回の動画はですね、契約解除になってしまったという動画でした。また次の動画でお会いできたらなというふうに思います。最後まで見ていただきありがとうございました。